さてみんな、山登るか。ちょっと腰が今日は、あれ調子悪そうだな。外出あんま好きじゃない。あれ、最近増えてるしね、うん、じゃあやめるか。まだこのご時世だけど外出るんだ。まあ4人だったら密じゃないんじゃない。いやでも会食はあんまりしない方がいいって。会食じゃないの、山の方だよ。会食と山で会食ですか。全部凍るわ、南極だもん。ってことで、まあこれからね、クトゥルフ神話 TRPG 狂気山脈を、ピオスと無能さんとゆずきさんの3人で、プレイヤーやっても、やーやー。やーやー。やーやー、プレイヤーとして。やり直させてもらっていいですかね、ちょっと。はい。みんな山登ってる？登ってるねー！イエーイ、山マウント富士。オーイエーイ。もう今日富士山どころじゃないよ。エベレストよりも高い山、狂気山脈に行くらしいけど、準備できてる？多分大丈夫かな。あ、急に自信なくしてる。山 is my home, yay, okay. 一人行かれてる人いるけど。すげえ陽気なやついいんじゃん。陽気なおじさんがいる。山は大好きだ。おー、じゃあこれは一緒に登頂できるかな。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ってことで、はい、キーパーのテトメトさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はじめまして。今回キーパーやらせてもらいます、テトメトです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫かな？この空気に入っていって怒られないか心配です。やらせていただきます。はい。まあ、PL、PC、いろいろ説明、順番に自己紹介してもらうんですけど、その前に、まあ、ざっくりと、ピオさんの配信だと TRPG 初めてらしいので、ざっくり TRPG とは何かっていう説明をチラッとさせてもらいます。はいはい、お願いします。はい、TRPG とはテーブルトーク RPG の略です。まあ RPG は皆さんご存知ですよね。ロールプレイングゲームの略でして、登場するキャラクターを操作して遊ぶゲームのことです。まあ TRPG もそこは変わらないんですが、普通のゲームがコントローラーでキャラクターを操作するのに対し、TRPG ではキャラクターになりきって言葉でキャラクターを操作します。これがいわゆるロールプレイってやつですね。台本のない即興劇みたいな感じでシナリオが進んでいきますので、まあ、同じ物語が2つとして存在しないというのも特徴です。もう一つ特徴として TRPG は行動の成否、成功したか失敗したかをダイスを振って決定するというものがあります。今回遊ぶクトゥルフ神話 TRPG では100面ダイスっていう1から100の数字が出るサイコロを使用して、使った技能以下の数字が出れば成功になります。まあ、このあたりは実際に遊んでるところを見た方がわかりやすいでしょう。また、クトゥルフ神話 TRPG の大きな特徴として、産地というものがあります。まあ、有名なやつですね。これは精神の HP、精神の耐久度みたいなものでして、ショッキングな出来事とかに遭遇すると、この産地というものが減少してしまいます。産地がゼロになってしまうと心が壊れてしまって、ゲームのデータ上死亡扱いになってしまいます。なので、産地が減りすぎないように注意しつつ、もちろん HP、体の耐久度がゼロになっても死亡してしまうので、そっちも気をつけながら物語を楽しんでいこうというゲームが、こちら、クトゥルフ神話 TRPG になります。わかりやすい。ありがとうございます。で、まあ、今回ピオさんがさらっと言いましたが、山登りをしてもらうんですけど、うん、おのおの、PC がどんな感じの、PL がどんな感じの PC を作ってきたかを順番に、DEX という、まあ、行動の速さ順ですね、身軽さ順で紹介していってもらいたいと思います。なぬ？なんで、一番早いのは DEX16 のピオさんですね。まあ、PL の自己紹介と、ハンドアウトを読み上げをしてから、今回連れてきた PC がどんな感じのキャラクターなのかの紹介をお願いします。はい。まず自分の自己紹介か。はい、今回、茨の姫ちゃんというキャラクターを連れてまいりました。ひなぴよと申します。そうですね。TRPG 経験は、
今回で5回目なんですが、1回1回ごとのね、合間が空きすぎてて、もうずっと初心者ムーブをしております。なので、今回も、ちょっと初心者の気持ちで、なんとか生還できればなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、今回、姫ちゃんのハンドアウトなんですが、1の B、下界に残した絆。君には大切な人がいる。それは家族か恋人か友人か。彼は君の狂気山脈への挑戦に反対していた。だが長い説得の末、君は頂を目指すことになった。必ず生きて帰るという約束とともに、ミッション、生還するというものですね。で、それをもとに制作した、姫ちゃんという人間の、説明を、簡単にすればいいですよね。そうですね。まあ、ざっくりと。ざっくりか。まあ、全部語ってもいいですけど。尺の都合とか気にしないのであれば、1から100まで語ってもらって大丈夫ですよ。まあ、ちょっと気にするかな。まあ、簡単にじゃあ説明すると、まあ、最愛の彼がいます。その彼も同じ登山家だったんですが、そう、それで二人の目標だった、山の登頂に成功し、そこで彼はプロポーズをしてくれるんですが、その後、病に倒れてしまい、その病がですね、不治の病だったんですね。で、それを治せる、まあ、薬草的なものが狂気山脈の山頂にあるんじゃないかっていう噂がね、なんか姫ちゃんの耳に入ってきまして、そう、それもう噂レベルのことだから彼にはめちゃくちゃ反対されるんですけど、絶対助けたいからっていうことで、はい、無事に帰ってくることを約束して、お守りを持たせてくれるっていう感じですね。で、頂上を目指すことにしました。そんな感じの子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれか、なんか技能とかも言った方がいいのかな。まあそうですね、キャラクター特徴的にこういう技能を持ってるんですよってことを自慢したければどうぞ。あと、まあステータスとかですね、ここのステータスが高いのが特徴、うんうん、低いのが特徴ですみたいなところがあれば。さっきテトメトさんもおっしゃってたんですけど、足がすこぶる速いですね。そうですね、最高が18、人類で最高峰が18なんで、うん、16は結構高いですね。そう、なんで登山家になってるんだろうっていうくらいの、うん、感じで、めちゃくちゃステータス、そのデックスが速い、高いですね。ね。で、あとは高いのはサイズですかね。そうです。あ、でもパウが一番高いな、うん、メンタルはやばいですね。そう、パウがね17という。これはちょっとやばすぎですね。そう、産地がね85もあります、この子。で、サイズも15と結構高めなので、この子178センチあります、この可愛い見た目で。できえ。いやー、可愛くて大きいって最高じゃないですかね。まあ、分からんでもない。うんうん。なんで、まあ、足速いおかげで回避とかも結構あって、うん、まあ、登山家なんでナビゲートやら登攀やらが高い。うん。あとは、まあ、キックとかもできる。応急手当とかも高いかな。うん。そうですね。全体的に使いそうな技能を高めで取ってきてて、すごい偉いと思います。うん。もう生き残る気満々できました。みんなのこともちゃんと連れて帰ろうと思います。2つだと、今が8だから、まあ、若干平均より低いかなぐらいで、うんうん、ここが全部高いですからね。そうですね、そう。ちょっと、まあ、冷え性なんかな、くらいの。冷え性大丈夫か。冷え性致命的じゃないか。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続いて、エデックス12。ゆずきさんですかね。はい。どうも、ゆずきと言います。今回、プレイさせていただくキャラクター、この山岡メラというキャラクターを、やらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、このキャラクターのハンドアウト、
ですね、伝説の見届け人、君は記者、あるいはカメラマンだ、君にはかねてより目をつけていたクライマーがいた、それはハンドワード1の探索者だ、奴は前人未到の伝説を成し遂げようとしている、その伝説の見届け人となること、それが君の目的だということで、ミッションは伝説的盗聴の記録を残すということですね。でなんで笑ったんだ。いや私だなと思ってあーそう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 今回だと、姫ちゃんを見届けるっていう形になりますね、うん、で、このキャラクターの説明なのかな、山岳カメラマンなので、まあ、山に登って最高の景色をカメラに収めることが、まあ、この仕事なんですけれども、本当の理由はゴールだけではなく、まあ、その山に登る挑戦する仲間たちの姿を収めることもまたこの一つ、この男の一つの楽しみとなっています。で、今回狂気山脈に登ろうとする姫ちゃんをたまたま見つけて話を聞く限り、噂みたいな草を探しに行くということでまあそんなやべえ山に登るのであれば、まあ、ぜひともその姿を収めたいということで、まあ、今回同行させていただくという形になりました。で、このキャラの能力の特徴としては、まあ、全体的に割と10ちょっと超えた平均的な能力なんで、まあ、いまいちパッとしない能力ではまああるんですが、唯一サイズがちょっと小さいので、ちょっとだいぶ小さい身長いくつですか？聞くな、150はあるわ。持ってない。本人は言うんだけど、まあ数字は嘘をつかないので145センチしかありません。なのでまあ身長の低さでよく子供扱いされるんですけれども、この子は19歳立派な大人なんで、最近18歳が成人と認められるようになりました。立派な成人なので子供扱いすんなよと言ったキャラクターですね。あとあのパワーが11なんで産地が55しかない。まあまあで運だけで乗り切ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そうですね、サイズは決め方が 2D6 プラス6で決めるので、まあ、2D6 が11じゃない限り8は出ないので。相当人類で一番身長が低い数値のらへんですね。これはもはや運がいいと捉えていいかもしれない。まあ、だって本来だったら1クリ2回出してるからね。そう、そういうことよ。まあ、まあ、山登る分には体大きい方が有利なんですけど。ぐさ。まあ、技能的にはそんなところですかね。STR とかは結構高いんで、あと APP が高いですね。うん。見た目が良い。見た目がとてもよろしいです。イケメンだもん。顔がいいんで、チヤホヤされます。サイズ以外は全部平均以上なんで、まあまあ結構強いですね。おお。能力的には写真術が極まってますね。そうですね、カメラマンなんで、そこを落としてはカメラマンじゃないでしょうということで、まあ80にはさせていただきました。写真術、追跡あたりの、あんま他の人が持ってないような技能を高めで持ってきてるのが素晴らしいなってなりましたね。おお、ありがとうございます。で、あの、言い忘れたんですが、TRPG 経験としては、うん、過去に1回、それも、半年ぐらい前になるのかな。1月だね。1月なんで、うん、まあ、もう半年前になるんですけども、これで2回目になるんで、ね、2回目でこれかっていう感じはするんですが、生きて帰ります。いいですね、頑張って。サイズ8出したんで生きて帰ります。どういうことかよくわかりませんが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、最後テックス11チームの3お願いします。
はい、どうも、ふのうです。よろしくお願いします。キャラクターの説明やっていきます。あ、TRPG 経験が、去年あたりから、一応、TRPG 裏でこっそりとさせていただいて、で、ゲーム実況とかでもちらほらとクテルフの、ゲームとかさせていただいてますが、もう、初心者みたいなものなので、お手柔らかによろしくお願いします。じゃあ、キャラクターの、あ、よろしくお願いします。じゃあ、キャラクターの方、説明移っていきます。はい。はい。音なし、これ読みにくいんですけれども、ジョーと言います。で、日本のとあるところで、まあ、山岳ガイドをしている47歳のおじさんです。大阪出身のおっちゃんです。おっちゃん。はい。で、まあ、音なしの、ないっていう字と、このジョーっていう字がノーって言えるので、ついたあだ名は無能さんって言われています。へぇパルクールとか水泳とか体を動かすことが趣味で、まあ幼い頃から武道もちょっとたしなんでいた、学んでいたっていう経緯があります。実家は裕福な家庭だってお姉さんがいたんですが、お姉さんはすでに亡くなっていて、お姉さんの子供で、レッドブル中毒者の社畜と、その弟で素人ハッカーの、おいがいます。この二人は、他のセッションで、実は、いた探索者ですね。はい。素人ハッカーって書き、肩書きすごいな。で、ジョーさん自身は元山岳救助隊、消防の山岳救助隊で、学生時代、登山部で知り合った、まあ、思い人が、登山の最中に亡くなったことをきっかけに、山で亡くなる人をいち早く救いたいという思いで山岳救助隊になりました。ただ、年月が経って考え方も少し変わって、もう今は山岳ガイドとか講師になってみたいなっていう思いが強くなったので、今山岳ガイドの仕事をしています。はい。で、ごめんなさい。あ、ハンドアウト、そう、ハンドアウトの方、すいません。読むの忘れてました。ごめんなさい。そうだそうだ。ハンドアウトは2の A で、帰らぬ友ということです。君の親友は最高の登山家だった。彼は第一次狂気登山、狂気山脈登山隊の一員としてかの山にアタックし、未だ帰らない。第二次登山隊の結成が発表された時、君が志願したのは必然だった。ということで、ミッションは親友を見つけ出すというものになっております。で、この親友というのが、そのかつての登山部の仲間で、まあ、何かあったとならすぐ助けてやるよっていう風に、親友がアタックする前に冗談交じりに、いろいろとやりとりしてたんですが、こんなことになったので、親友との約束と自身の信念を全うするために、第二次登山隊に志願したっていう感じです。親友の名前はちなみに有田義家、あだ名は有能という風に言われています。無能というの、はい、なんか漫才コンビ組みそうな。登山部もやってた時にもしかしたら組んでたかもしれないですね。なるほどね。はい。その時のコンビ名は無茶振りするじゃん。えらい無茶振りするじゃん。今、無能が、無能というのが行くよ来るよで。滑り散らかしそうな。ちょっと嫌な感するな。で、ステータス的には、一応教養が、際立っていますかね。教養が一応20。あって、サイズと POW が15ございます。やばいですね。はい。教養、まあ、裕福な家庭だったっていうこともあって、なんかいろいろ教養とか、子供の頃から叩き込まれてたのかなっていう感じですかね。ただ、まあ、ステータス的には、そうですね、80を超える、80ぴったりなのが当半で、あとはまあ、70とか60代っていう風なのが、結構、ざっくばらんにあるっていう風な感じです。そうですね、こう有り余る教養で大量のスキルを取ってきてますね。潰しが効いてすごくいいと思います。ありがとうございます。なところかな。はいはい。じゃあ、今回はこの3人で、狂気山脈登っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではトレーラーから行きますね。なんといてもらって。
ニュージーランド航空の南極観光ジェット機が謎の失踪を遂げた。南極調査隊の必死の捜索の末、旅客機の無線信号が途絶えた座標の先には、未知の巨大な山脈が立ちはだかっていた。前人未到のその山脈は、最高高度が海抜1万メートルを超える、エベレストを超える世界最高峰であることが明らかになった。誰が呼んだか狂気山脈。そのあまりに暴力的な山稜に、今、無謀にも挑もうとする者がいる。果たして、神々の頂の上で、登山家たちが出会うものとは。クトゥルフ神話 TRPG 狂気山脈、邪神の峰、始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーストラリアの某所、登山道具が所狭しと壁にかけられたロッジの中、暖炉がパチパチと音を立てて部屋を温めている。白髪の壮年男性を中心として6名がその場に集まっている。いずれも色とりどりのウェアを着た登山家たちだ。では NPC 出していきます。ほいほいほい。NPC は3人、この真ん中の白髪の老年の男性が、声を出します。みんな集まってくれてありがとう。僕はケビン・キングストンだ。イニシャルを取って K2 と呼んでくれると嬉しい。もちろんイニシャルに恥じないよう K2 は単独で登頂している。今回のパーティーのリーダーを務めることになった。よろしく頼むよ。自己紹介をしますね。K2 という山は、まあ、実際にある山でして、カラコルム山脈測量番号2番で K2 って山なんですけど、世界で2番目に高い山です。まあ、この世界では狂気山脈が発見されたんで3番目になりますね。エベレストよりは低いんですけど、エベレストよりもはるかに登りにくい山でして、エベレストってこう登山家の死亡率っていうのはだいたい 2% ぐらいなんですよ。あ、そうなんだ。意外と低いんだわ。ね、結構たくさんの人が登ってますね。うんうん。で K2 なんですけど、死亡率がだいたい 27% ぐらいです。高っ。わお。跳ね上がったな。4人で登ったら1人は帰ってこれません。そんなやばい山に、しかも単独での登頂というのは難易度が跳ね上がるので、それをしているこの男はかなりやべえ実力の登山家だなってことはわかるでしょうね。さて、今回の狂気山脈アタック隊のメンバーはここに集まった6名だ。初対面の者も多いだろう。まずは自己紹介をしてくれと言って、ではまずはと言って、まあ、デックス順で振りますね。キャラクターとしての自己紹介をお願いします。一番最初は、茨の姫、姫ちゃんの方を見ますね。はい、私茨の姫と言います。日本では割と有名な登山家として活動はしているんですけども、K2 さんみたいな、そんなすごい山にはまだ登ったことがないので、今回、この狂気山脈、生きて帰れるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。いやいや、謙遜はよしてくれ。君の噂は、国を越えて僕のところにまで来ているよ。あ、本当ですか？君がメンバーに入ってくれてとても心強い。よろしく頼むよ。よろしくお願いします。うん。では次。山岡さんの方を見ますね。どうも、みんな、よろしゅう。日本の方から、まあ、ここに来させてもらったんやけど、ちょっとまあみんなとは違う山岳カメラマンっていうのをまあやらせてもらってるんやけど、もう今回、とてつもなく恐ろしい山に挑むっていうことで、まあ、ぜひそのみんなの姿を捉えさせてもらいたいということで、この隊に参加させていただきました。みんなでいただき拝もうな。よろしく頼むで。ああ、よろしく頼むよ。山岡くんには今回登山隊の記録担当を頼んでいる。ぜひとも、そうだね、山頂からの景色を撮影してきてもらいたいものだ。バッチリ撮ってくるわ。ああ、よろしく頼む。で、次はって言って、こう、なんか、てんてんてんって感じで。おとなしさんの方を見ますね。あ、どうもどうも。あ、どうもどうも。あ、僕、おとなし、ジョーチュー言います。なんか、その後、そこのちっちゃいのが、なんか、大阪弁喋ってましたけれども、僕、純粋の大阪人なんで、またよろしくお願いします。誰がちっちゃいや。あれ、なんか声聞こえるな。なんか、
気のせいか。ここここ。え？ここここにおる。ああ見え見え。見さあげてごらん。まあ、おった。あ本当にちっちゃい。誰がちっちゃいや。まあ、それはさておいて、僕はね、親友の有田っちゅうやつをちょっとね探すために今回登山隊に参加させていただきました。みんなが登るお手伝いをする傍らで有田をね、ちょっと頑張って探していきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうか一つ。うん。よろしく。はい。まあ、ちょっと途中日本語で喋られてて、なんて言ってたか僕には分からなかったところもあったが、まあ、今回のタイはなぜか日本人がたくさんいるからね。できれば、パーティーメンバーと話すときは英語で喋ってくれると助かる。あ、もちろんですね。はい。まあ、彼は第一登山隊の行方不明者を探して隊に参加するということだ。まあ、目的は違うかもしれないが、共に山頂を目指す仲間だ。仲良くしてやってくれ。で、だ。それはいいんだが、その、なんていうか、前は見えてるのか、それは。ああ、これですね。ちゃあ、すごいんですよ、これ。めっちゃすごいでしょ、これ。なんか、脳みそっていうかなんかね、なんかすごい、こういう風なのが日本で流行ってるみたいなんですけれども、なんか、見たことないけどな。こういう風な、まあ、ちゃんとね、顔、こういう素顔なんでね。な、なん、どないしたん、どないしたん、どないしたん。な、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 まあ、わしかてちゃんと人間やがな、そんな。なんか、神話上の生物みたいな、そんなわけあるわけないでしょ。でもなんか、そっちの方が落ち着くわ。そうだね。あ、そう？あ、ほんま？あ、じゃあちょっとこっちの方。こっちの方が可愛いかも。あ、ほんま。あ、可愛い？おじさん。うん。あ、よう言われるねんな。うん。じゃあこっちの方をちょっととりあえず被っとくわ。よっこいしょ。日本ではあれがベースなのか。そうか。それは勘違いです、K2 さん。若者の趣味というのは分からないものだな。一緒に戦闘してほしいな、それは。はい。では、そんなこと言ってますと、そうですね。この画面の NPC 欄で言うと、左下の女性が声を出します。いや、K2 騙されてはダメよ。日本人があれをベースだと思われたら私も困るわ。何やって。日本人何やって。この女性、目つきは鋭いが、容姿端麗と言っていい女性です。セミロングの黒髪に理髪的な表情をしています。私は穂高あずさです。日本生まれ。今回はパーティーの医療スタッフとして参加させてもらいます。職業登山家ってわけじゃないから、皆さんのように先鋭登山の実績があるわけじゃないけど、それなりに山を登ってるつもり。というと、ケビンが、彼女の肩に手を当てて補足します。彼女は僕が個人的に声をかけたんだ。信頼していい。そこいらにいる自称登山家よりはよっぽど登れるよ。国境なき医師団で紛争地帯を走り回りながら働く傍ら。休日にはいろんな山をやっている。知識も技術も十分だ。信頼していい。と太鼓判を押すんですけど、こう、あずさはなんかこう、褒められるのが、こうなんでしょうね。恥ずかしいのがこのままスススと頭だけペコッと下げて後ろに下がっていきます。かわいい。おうおうおう、めっちゃ照れてるやん。ストやからな。もう、初々しいの。まあ、私は医療スタッフとして参加してるだけだから。皆さんみたいな職業登山家みたいにはなれないか。あんま持ち上げたらちょっとその困るというか。あ、なんやなんや、ツンデレか。かわいいかわいいやん。ぜひ仲良くしてください。ツンデレとは何だろうか。ケビンが言いますね。あとで山の勧めを渡しとこう。ああ、なるほど。日本にある登山家の漫画が。なるほど。そうなんですよ。気になるな。はい。うん。あとでぜひ読ませてもらおう。よろしく。あ、英訳はあるだろうか。あ、多分あります、あります。そうか、そうか。ではそちらを読ませていただこう。オッケー。こうみんなが和気あいあいしてるところに、こう、無視されてた、こう、右下の、若く軽蔑そうな表情の男が口を開きません。見る者が見れば、彼が身にまとっている衣装や装備が、いずれも高価なメーカーのものであることがわかります。おい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 、今回の登山隊の主役の紹介がまだだろ？俺はコージーだ。出身はオーストラリア。よろしく。と、抱き入って座るんですけど、こう、ケビンが苦笑しながら補足します。彼は今回の登山隊のスポンサーとなってくれたオスコー財団の御曹司だ。おいおい、ケイツーさん、御曹司だなんて言い方やめてくれよ。俺はいわゆる金持ちのボンボンとは違う。自らの足で自然に抗う一流のアルピニストだ。今回の登山だって親父が金を出さなかったとしても俺は登っていたさ。
いいか、俺はな、俺の力で登るんだ。オスコウ家の力で登るんじゃない。わかったなって。あ、そうだ、よろしく頼む。出てケツは肩つくめてます。めっちゃかっこええやん。あれ、わかるか、そこの脳みそ男。いやー、やっぱり見る人が見てもわかるんだよな。いや、めっちゃかっこいいですやん、オスコウさん。ちょっと、めっちゃキャラ濃いですけど。あ、コージーだ。オスコは家の名前だからな。俺のことはコージーと呼んでくれ。わかりました、コウさん。よろしくお願いします。勝手に略すのはコージーだ。コージーさん。え、一人で登られるんですか？頑張ってくださいね。じゃあ、いや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 。お前何言ってんの？俺が一人で登ったらお前ら登れなくなっちまうだろ。いや、僕らは登ったら。俺の家実家金出してんだから。一緒に登ってやるよ、仕方ねえな。あ、じゃあ、いいっすわ。何が何を諦めたんだ今。ちょっとあいつは合わんな。可愛くない。うーん、なんか めっちゃ不評やな。ワイも無視しとこう。あんな部屋売ってんねんな。はい、じゃあそんな空気を払うようにケイツがパンパンと手を叩いてブリーフィングを続けます。さて、では概要の説明に入ろう。ご存知の通り、この科学の時代においてもかの南極大陸は謎のベールに包まれた土地だ。そこについ先日驚くべき山脈が発見された。このクトゥルフ神話 TRPG の世界観において南極ってのはまだ調査が完全には進んでない未知の大陸という扱いになっていますね。さて、この山脈、誰が呼び始めたかは知らないが狂気山脈、最高推定の標高は1万300メートルにもなるというエベレストを1000メートル以上も超える世界最高峰さ。先日大規模な登山隊が組まれた。名だたる登山家たちが参加していた。しかし彼らは失敗した。帰還者ゼロだ。そのあまりに大きな失敗を前に各国は尻込んでいる。だが僕たちは登山家だ。今までにない大きな山が姿を現した。臆している場合じゃない。何が起こるかわからない。危険な挑戦にはなる。だが夢がある。そうだろ。おお、そうやな。こんな山目の前にしたら登りたくなるわな。そこに山あるもんな。そうさ、山があったら登らずにはいられない。それが僕たち登山家だ。南極上陸の許可やそこからの移動手段などはオスコー財団が手配してくれた。狂気山脈周辺は気候条件が厳しく安全上の観点から航空機は飛ばせない。だから南極上陸後、南極調査隊の犬ぞりを借りて山脈のふもとおよそ4000メートルまで移動する。そこから標高差6000メートルの登山だ。目標は最高峰ただ一つ。航空写真から割り出された地形図をもとに最も登頂確率の高いルートを割り出した。第一次登山隊が通ったのとおそらくはほぼ同じルートだ。さて、ここまでで何か質問は？いえ、特には大丈夫です。うん、今のところは大丈夫やな。うん、登山、あ、どうぞ。あ、すいません、KK さん、登山隊、第一登山隊がどの辺で連絡取ったとか立ったとかって分かってたりしますか？うん、残念ながらそこら辺の調査もまだなんだ。言っても南極に出発するまではまだしばらく時間がある。このブリーフィングが終わった後、おのおのでそこら辺の調査や体のコンディション等調整の時間は十分あるだろう。はい、わかりました。うん、では作戦を立てよう。主に装備に関してだ。というと、この2つが公開されます。あなたたちは、装備 A もしくは装備 B を装備して狂気山脈に登ることになります。これはパーティー共通装備なので、全員で話し合ってどちらにするか選択してください。では順番に説明しますね。装備 A は、キャラバン、局地砲とも呼ばれる装備です。長期の登山に耐えうる十分な装備を運んでいくスタイルで、装備の恩恵と精神的な安心感を得ることができるが、動きは鈍くなってしまいます。デポの説明はまた後でします。装備 B、ライト&ファスト、アルパインスタイルとも呼ばれるものですね。こちらは逆になるべく装備を軽量化するスタイル。素早く行動ができ体力消耗を抑えることができますが、装備による様々な恩恵を受けることが難しくなります。で、デポというものはですね、いらない装備を、不要な装備をその場に置いていって身軽にすることでして、
A を持ってた場合はこのデポをすることで B に切り替えることができます。うーん、各々の装備にはボーナスと持っていける食料の上限があります。装備 A を持っていった場合は、回復系の判定にプラス 10% が入るのと、回復量が2倍になります。で食料は30日分持ち込むことができます。装備 B は、登山行動で消費する耐久力、まあ、これから山登るんですけど、山登ってると、まあ、当然登ってる最中に体力を消耗していくんですけど、その消耗がちょっと緩やかになります。また体を動かす系の判定全部にボーナスが入ります。そして持ち込める食料は14日分です。皆さんで話し合ってどちらで行くか決定してください。どうしますか？うん、どうしよっかな。うーん、私とジョーさんは体が大きいし、うん、A でもいいと思うんですけど、大丈夫ですかそれ。確かにモテる、メラ君。川のチームチビが一人混ざってるしな。誰がチビや。デカ女は大丈夫だろうけども。デカ女まあデカいですけど。俺だって荷物ぐらい持てるわ。本当か。お母さんに言ってるの。埋まりそうなサイズしてるが。大人だぞ大人。カバンと同じ身長っていうな。でもこう人種差ってのも確かにあるだろうがよ。そこのジャパニーズの女の方がでけえじゃねえか。私は平均女性よりも大きいですけど、それは、うん、コンプレックスなんであんまり触れないでもらっていいですか。デリカシーねえぞ。なんだよ、でかいやつにでかいって言って悪かったのかって。まあそうか、コンプレックスか。あ、わかったわかった。じゃあこっからは言わねえようにするよ。なるべく気をつけるわ、なるべくな。話がわかるのかどうかわからない。ちょっとおいに頼んで、あいつのなんか裏垢とかいろいろ後で情報取得してもらおう。それは法に触れるんちゃうか。さて B に切り替えることも可能っちゅうことやから、そうですね、A 先に持ってっても A 気もするんやけどな。うん、俺はすぐ B に切り替えそうやけど。あるんやったら、うん、あの装備は全員共通なんで、デポするときも全員で一緒に。ああ、ね、なるほど。荷物は基本的に分担して持っていくんで、みんなで。うん。まあ、大は小兼ねるって言うしな。それ、自分にも言ってる。誰がちっちゃいや。じゃあ、こう、あずさがちょっとふっと顔を背けて、ちょっと口元に手当てる。あずささんまで。ああ、ごめんなさい、日本人にしかわからないジョークって久しぶりに聞いたから。かわいい。じゃあ A でいい？みんな。俺はいいぞ A で。うん、わしも A で。 A で A で A で。あずさまた肩の震えが大きくなります。ガキンちょ、何か言うたか。ほら、コージーにわからんやろな。うん、おお、いや、マジでわかんねえんだが、何喋ってんだ、お前ら。いやー、何を。あ、これだから極地で、極東でしか使われない言語は。言わせとけ、言わせとけ。言わせとけ。お前から振ったのに無視すんじゃねえよ。うまい扱い方するなぁ。これがこなれてるなぁ。これが関西の腕や。やるなぁ。訳わかんねえ、なんでこいつら。まあまあ、で装備は A で行くのかい？はい、じゃあ A でお願いします。うん、そうだね。何があるかわからない登山だ。装備はなるべくたくさん持っていった方が安心できるというものだろう。では装備は A で行こう。ということで装備は A に決まりました。ちょっと待ってくださいね。装備 A、装備 A、ほい。まあこれは一時的なあれなんで、いつでもデポはできるんで。デポしたいときは、まあ、全員の了承というか、なんか、同意でデポできます。はい。はい。さて、では、作戦も決まったところで、あなたたちは、一旦解散することになります。で、そうですね、南極への移動開始までの数週間、時間があります。その間に、できることが2つあります。まずは、体のコンディション調整です。うん、体のコンディション調整というのは、まあこれからの登山に向けて体を仕上げることができるかという判定ですね。登攀か跳躍か水泳医学などの、
内容で、まあ好きなように、訓練次第なんですけど、こんな感じの訓練をしたいので、この技能で判定しますって感じで、判定してもらって、うんうん、成功すると、体力、HP が増えます。おー。なんで、ここは非常に大事です。わぁ。これはもう、この先の生死を、ここで分けると言っても過言ではありません。やばいな。ということで、まあ、基本的には、東藩、跳躍、水泳、医学などですが、まあ、その他にも、この技能を使ってトレーニングしたいですみたいな提案があれば聞きますよ。まあでも当伴が高いから僕は当伴で。うん。そうそうだね。俺も当伴かな。私も当伴かな。うん。では当伴の判定をお願いします。いっけー。成功。やったー。ナバルザー、うわスペシャル、おーイエーイ、おら、うん、全員成功ですね。素晴らしい。では全員、耐久力が 1D8 プラス5点か上昇します、最大値が。すげえ。なので 1D8 プラス5のロールを全員行ってください。やり方わかりますかね。 1D8 プラス5プラス5。いけー !7。うわー !12! おー、すげー、いけたー、よし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 、すげーすげー、やべー、HP10、最初から13で最大だった人が12点上がって 25? バケモン !5 やば。勝ったな。吉岡さんは10点上がって20。いや、これ10増えんのすげえ嬉しい。はい、まあいいですね。体力やばい、一番体力ない人になっちゃった。はい、といった感じでおのおの HP が19点20点25点に上昇しました。おお、しゃあムキムキになったわ。まあこう登山用に向けてそれ用に体の調整を整えたって感じですね。調子を整えたって感じです。うん、では続いて、もう一つ、事前情報の収集というものができます。このオーストラリアにいる間に、狂気山脈についてと第一登山隊についての情報を調べることができます。この情報を調べるのに使用する技能は図書館とか、図書館、まあベースは図書館ですね。あとは聞き耳を立てて情報を調べるだとか、山脈については登攀ナビゲートなどでも判定できます。まあ、聞き込みするので、こう、交渉系で聞き込みして、大事で登山隊について調べるとかもできます。うんうん、ああ、なるほど。で、この、どっちを調べたいかの宣言をしてもらって、それから、こう、どの技能を使いますみたいな感じができますね。じゃあ、私は山脈についてをナビゲートで。うん。どうぞ。行け!うん。じゃあ、何もわかりませんでした。92? 高いなぁ。じゃあ、まあ、誰も登ったことがない山なんで、ね、情報は出てきませんでしたね。ねえ、約束。自分もじゃあ山脈についてナビゲートで、うん、どうぞ聞きます。お、成功。ギリギリ。ギリ成功。では山岡さんはこのような情報がわかります。南極大陸の奥に発見された巨大な山脈、推定高度13,363メートル、確認できる限りの世界最高峰であり未踏峰、気象条件が厳しく十分な調査ができていない。航空写真の分析から登頂可能と思われるルートを割り出し挑むことになります。6000メートルを超えたあたりから雪がなくなり漆黒の山脈となるようです。9000メートル地点には高い登攀技術を要求される岩壁、グレートブラックホールが存在します。近年ニュージーランド航空の旅客機が行方不明になり、その探索の最中に発見されました。なお行方不明の旅客機は未だに発見されていません、といった情報を山岡さんが調べました。共有する場合はどっかまた集まってる時にこういうの調べたんだよねって感じで話してもらえると全員が知れます。わかりました。では最後、はい、第一登山隊について、はい、登攀はダメなんですよね。登攀はちょっと違う、まあ、アイディア次第ではありますけど。ああ、どうしようかな。
能も使い方次第なんで。あー、そっか、じゃあ、登山、第一登山隊のその計画書みたいなのを読んで、おそらく有田がこのルートで行っただろうっていう風なのとか、はいはい、っていう風なのを、当番でひらめくみたいなのは、ちょっと、無理か。聞き耳振ります。はい。はい。はい、すいません。大丈夫ですよ。はい。じゃあ、聞き耳。はい。いきます。ほら。はい。うぅぅぅぅ。おや。ん？失敗。動きが遅れてますね。あ、失敗。じゃあ、あ、失敗した。あー、じゃあちょっとわからなかったですね。あー。さて、その他。このままオーストラリアにいる間にやりたいこととかありますか？多分文明に触れられるのはこれが最後のタイミングです。特にいなければ出発しますよ。まあ、あの、婚約者にいっぱい写真撮って送ります。今から登るぜって。あ、じゃあその写真、俺が撮ろうかな。ああ、ありがとうございます。彼氏の名前教えそびれたな、みんなに。まあ、これから時間は山ほどありますよ。そうですね。恐ろしい時間が。なるほど。登山、第一登山隊についてもう一回調べることってできますか？これはちょっとできないですね。オッケー、わかりました。じゃあ、今オーストラリアにいるんでしたよね。そうですね。ああ、どうしようかな。じゃあ、みんなと一緒に和気あいあいしてます。はい。では、和気あいあいしてる間に時間はあっという間に過ぎまして、あなたたちは、砕氷船という、まあ、氷砕いて進む船に乗り、少しの、数日間の航海の末、登山隊は南極大陸に降り立ちます。